松岡里香の見え丸見え見え丸見え急に来た急に来た三重県の東院町にやってまいりましたというわけで東院町の復興新復興観光振興会の、大倉みりさんに、取材を取り付けさせていただき、今日は東院町の魅力をいろいろ伺っていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。急に始まった。なんか東院町の見どころとかって、なんかこうネットで検索してそんなにないです。何もないこっちから言いにくいけど何もないけど6年間今ここで働いていて、はい、この公園が一番魅力的です。あ、一番魅力的な公園にやってまいりました。でもめっちゃ魅力的、本当に魅力的、なんかずっといられるし、なんか気が整っている感じ、四季を感じます。ね、しかも空が本当に地球が丸いって感じるくない？まさにねえ、ほらもうあっちまで行っちゃった。めっちゃ広い、ね、すごい綺麗な、今日いっぱい飛行機飛んでる。ね、今日飛行機飛びすぎな感じがしますけども、すごい、今日すごい。2つに分かれてて、イベントをするイベント実行委員会と、名物を作るモットアップ東院っていうのモットアップ東院、はい、出来上がってます。へえ。なんかイベントっていうのはどう、この公園でされたりとか？そうです、この公園で、今はコロナでやってないんですけど、春と秋に東院マルシェっていうのと、お店いっぱいとキッチンカーいっぱいと、素敵で、それとあとグルメ秋祭りっていう秋に行われるキッチンカーがメインのイベントと、テテットマーケット、テテットマーケット、ちょっとおしゃれな物販のキッチンカーのイベントが年2回かな。それでも今2年間止まってるので。そうですよね、そうですよね。ミリさんは、ミリ、あれは文字書き？文字書きをしてます。インスタグラムのアカウントがね、ミリグラフィー3636ジャパンで、なんかサッカーの、この選手の名前とか、を書いたり、めっちゃ素敵な、依頼いただいたら書いてされてるそうで、アートな活動もしつつ、東院町を盛り上げ、いっぱいできそうじゃない？紅葉も綺麗だし、季節折々の、なんかここでお弁当買って来てとかあるんですか？お弁当、美味しいお弁当屋さん、めちゃぶり。まんまやひなたさんっていうお店があって、まんまや、はい、そこテイクアウトもやってて、そこめちゃくちゃ美味しい。へえ、なんか名前が美味しそうだもんね、まんまやって。そこと、普通にお店、ケーキとかだと、はいはい、フォアールさんっていうのがあって、はい、そこはケーキとか甘いスイーツ。ガトーバレー、ガトーバレーも、まあ、もうちょっとね、こっちで桑名寄りで、東院町はお菓子が美味しいところが2つもある。お、スイーツの名所ですね。こっちがガトーバレーで、こっち行くとラフォアール。アスレチックみたいな、そう、大型遊具、大型遊具、なかなかすごい長い滑り台があって、結構有名です。何メートルあるの？私ね、でもね、来たことあって、あの滑り台滑ったら、すごいお尻が痛かった。痒くなってる、なんか血が、そう、あ、でも血が循環する、健康にもいい。東院町、東院町中部公園、健康の街なんで。あ、そうなんですか？そうなんだ。健康寿命の
近い町。へえ。あ、そう、あの健康寿命だからちゃんと自分で生きていけ、違う、自分で寝たきりならずに、そう、そうです、そうです。なるほど、はい、健康で寿命の高い、なるほど、いられる町です。あ、なるほどね、はい、ピンピンコロッて、そう、ピンピンコロリ、ピンピンコロリ、そう、コロリと死んでいくピンピンコロリ、そう、そういう町の町です。そうなんだ。そう、住みやすいっていうか、こう心にも体にもいい部分なんですね。です。でも何にもないことがいいことだったりもしますよね。そう、ちょっと行くと名古屋行けるし、うん、ちょっと行けると山もあるし、ちょっとゴミゴミせずに、うん、自然を感じられる場所っていうのでは住むのにもってこいの、めちゃくちゃいい、ね、場所だし、すぐファミリーですね。よかった、ファミリーで住むにはバッチグーな場所です。よかった、ね、しかももうとにかく空が綺麗だし、あのこのここに池があるんですけど、鏡池みたいになってカメラ映え、写真映え、インスタ映えしそうな、ちょっとあの松岡里香のインスタグラムでも載せますので、ぜひ。そこになんか鳥さんが、はい、鳥が、今日は白が2匹、グレーもいるんですね。2匹、2羽食べた。